はい、どうも、とどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコースリクエストいただきました。スピランということで、初心者の初投稿です。爽快感はありませんが、今の自分はこれが限界です。ズルはありません。時間も余裕ありやってまいりましょうか。ベストタイム35秒で、クリア率もまあまあ 1% は超えてたとはいえ、まあそこまで高いわけでもないからね。どういう感じのコースなんでございましょうか。あ、でも結構ちゃんと、なんか本格派スピランの感じがしてるね。あ、時間確かにめちゃめちゃあるね。ベストタイムが、あ、ダメだこれ。ベストタイムが35秒で、制限時間が100秒あるってことは相当時間には余裕がある設計になってて、これは、こう蹴っ飛ばしてこうってことか、ここ難しいね。トイってことか？オッケー。で、これでオンフが切り替わったタイミングを見計らって、こう、あ、そっちに行くんだ。ちょっと待って、ここ怖いな。ワン、ツー、三段。え？一旦こっちじゃね、行くべきは。ミスったな、ちょっと待ってよ。多分、ワン、ツー、三段で、こう行って、多分、こうしっぱで行けるようになってる的な、あー、うまいこと作られてる。よかった。で、はい。この P の下が普通のブロックなのが優しさだね。で、こっち行きますでしょ、行きますでしょ、行きま、ドッスンはパラシュートがついてるやつ。で、パウにぶつかった瞬間ドッスン死ぬから。気ぃつけて。え、ここ一マス入り？むずってか、今そのコメント見返したら、自分ではクリアするのに時間がかかったコースを、とどまるさんが一発でクリアするところを見たいですって書いてあったわ。不甲斐ないところを見せてしまって申し訳ねえ。ね、でも結構難しめだよ、割と。このコース。ここ怖いんだよね。あ、オッケー、入れた。ここに入りまして、ピンクコインがこれでようやく3枚。ん？こっち行けっていうマークか、これは。こっち？2、3段。あ、ここに4枚目があったんだ。なるほど、ここをこうぐるっとして、で、オンオフは切り替わってるから、もう普通に降りるだけでいける。で、ワン、ツー、サンダーも別にやる必要はなくて、鍵ドアに入りまして、ワンチャンこれでゴールってことかな？うい、ショーゴールだ、やったー。ベストタイム35秒、めちゃめちゃ早いね、そう考えると。まあ、効率よくやったらそのぐらいでいけるんかな。まあ、というわけで、コース ID の方ありがとうございました。コースリクエストは動画のコメント欄などからいつでもお待ちしております。というわけで、本尊マリオメーカー2やってまいりましょう。いいですね。うわ、これやばそうだな。時刻絵図、クリア率 0.1% 隠しブロックないです。やってまいりましょうか。やばいな。これはやばいな。え？どう逃げたらいいこれ。こいつらからどう逃げたらいいのこれ。ヒップドロップが一番可能性はあると思うんだよね。おお、倒した。なるほど。いや、でも相当来るもんな、こっちに。ただ、黒いキラーは別に軌道変わんないから、これ、これを決めます。で、ちょっと処理していくみたいな。オッケー、いいよ。でさ、こう。無限に来るね。これ、しゃがんでたら、こいつ簡単に倒せるわ。で、こいつ倒しちゃう、みたいな。いや、でもきついよな。なんか、ちょっとずつ処理していくみたいな方法を考えてたけど、きついかな。あー、でも今のとこ、あー、でもな、どんどん来るもんな。無理だな。やっぱりこっちに敵を集合させたらもう詰むわ、やっぱり。だからもっとスピーディーに右に突っ込んでいくための策を考えないと、無理だね、と。いうことは、こいつ倒せんかな、このままの勢いで。こう、来た。あー、惜しいね。で、一回ちょっとこう、左に逃げるみたいな、もう一回。はいはい、ここまで行って、で、こいつを倒す。で、左に逃げたらもう勝てる気がするんだけど、左には逃げれんかな。怖い。いや、これは無理だな、でも。はいはいはい。で、こいつまで倒しちゃえないかな。ほら、3体倒す。で、めっちゃこっち側に引きつけといたら、こっちに行ける隙間が。あ！今行けそうじゃなかった？オッケー。で、ちょっと右側にできるだけ引きつけといて、こっちに逃げます。オッケー！抜けた、ついに。めちゃめちゃ難しい。
さあこちらコメントでリクエストいただきました。簡単な30秒 TA ということで、クリア率はめちゃめちゃ高いんだけども、だからあれかタイムがどんなもんかってことか、ましてやってみようか。いやあんまりね TA 得意じゃないんだよ本当に。あんま得意じゃないの、その細かい動きをこう正確にずーっとやっていくっていうのが。まあだからちょっとそんなにタイムは期待しないで、遅れって感じだねっていう。なんかもう遅いでしょ、多分もう遅いっしょ TA やってる人からしたら多分あのね、あんまりね、そうなんか得意じゃないんだよね、ジャンルとして TA とかが。はい。はい。多分、極めようにも極めらんないジャンルだと思う、自分は。多分、こういう系は。あんまりね、そう、せかせかしたことが得意な方ではないのでね。25秒クリアは、ランク的にはどうなの？初心者は27秒以内、中級者は24秒以内か。じゃあ、せめて上級者が21秒以内なら、上級者は超えようか、じゃあ。だから20秒台より早くを出すまでちょっとやってみますわ。あ、19秒切ったかな、これで一応。いや、ちょいちょい頑張ってんだけども、一応これで18秒台ならば19秒以内だから、玄人認定かな、これで。はい、18秒966、もうこれでご勘弁をっていう感じでございます。ベストタイムの人が16秒249ってことは、まあ、こっから2秒半以上縮めてんのがすごいな。まあ、というわけで、コーサID ありがとうございました。超人17秒以内はちょっときつい。なんかこれやばそうだな。骨コースター115分の0。やってまいりましょうか。いつもインマーリオさんのコースですね。なるほど、ドクロコースターがいっぱい。何個だ ?1、2、3、4、5、6、7、8、9 個のドクロコースター OK。先頭か。自分は先頭行く感じね。これ乗りっぱででもいけるよね、今のところね。今のところそこまで。なんか、おー、これ取っといた方がまあいいんだろうね、多分最終的に。で、ちょっと待って、避けよう。一回避けて、こう行こう。はいはいはい。さあ、相当長えな、この青ドクロコースターはと。これは慎重に避ければ大丈夫で。あれだね、弊害物がそこまで多くないね。これ下降りなきゃ、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 一回。あ、置いてかれる、置いてかれるよ、置いてかれた。で、これはもう早めに降りといて、もうこの波に乗っていく。オッケーオッケー。さあ、いい波乗ってるよ、はい。で、ここは何です？いや、これは多分乗りっぱでいけるやつだ。ここはちょっとした時間稼ぎ的になってる感じかな。これ、あれか、乗りっぱだったら後ろに行かされるんだ。え、で、ここ死ぬじゃん、ここ。ここ死ぬけど、こう行けば、あー落ちちゃった。オッケーオッケー、ここは慎重に乗っといたらこれ入れる感じ。さあ、何え？土管でいいのか？なんだ、この一瞬のトリックは。まあ、とりあえず土管入ればいいよね。どういうこと？何が始まるんだこれ。はい。え？わかんない。反射で R ボタン押してみたけど。ん？ R ボタン押しちゃダメだったかな？わかんな。あ、いやでも地面があるってことはいいんじゃない？これ逆ベルト？逆ベルトだね。ん？何だったんだろう、じゃあ今のは。別に普通にここ行けばいいだけの話なんかな。はい、ここ行きますと。ドア？ああ、でもここしか行く道ないわ。じゃあここ入りましょうか。もう一回始まる感じか。中間欲しいな、じゃあ。中間くれない感じか。でも下足場あるよ。ちょっと待って。ちょっと待って。あれ？え？ああ、下足場あるけど降りてきちゃダメだったんだ。そういうことか。あ、ピンクコインが取れてねえわ。ピンクコイン取れてないとダメじゃね？ダメだよね。まあまあいいや、行けるとこまで行こうか。最悪ピンクコインなくてもまあ行けるっていう可能性がないこともないんだよね。なんかこのコースあれだね、ちょっとこう時間稼ぎ的なギミックあるから、ちょっと心に余裕が生まれるね。で、ここでこう飛びます。ピンクコインが本来ならば残り2枚にまでなっている感じで、ここはまっすぐちょっと右、あ、ちょっと右行って、ちょっと左行って。なるほど、本来ならピンクコイン、うわ、もったいないことしてるね。あ、しかもこれでゴールはできる感じなんだ。うわー、でもせっかくやったらあれ取りたいな、じゃあ。オッケー、しっかりこれを取っていきましょうというお話ですね。オッケー、さあこれで鍵ドアも開通しましたよと。鍵ドアに入ったら、
ボーナスステージ1アップたくさんステージでドアでこれでゴールのてっぺんでよいしょいやワンチャン別の即死ドアに繋がってる可能性とかも考えたけど、まあさすがにそんなことせんわね